久保千代氏は元競輪選手、現在は競輪評論家。北海道出身。日本競輪学校第29期生。現役時の日本競輪選手会支部登録地は愛知北海道愛知。師匠はクロスオサム店で高橋健二は同門にあたる。北海高等学校を中退後、集団就職で愛知県に今を構えて豊田自動車工業に入社。 高校時代より、スケート競技を行い社会人になっても続けていたが、そこで、会社の同僚から競輪を紹介され、トヨタを退社して俗に、クロス道場と称するグループの主催者である、クロスサムテ店に、弟子入り。1971年に、日本競輪学校に合格し、第29期生として入学。同期には、安倍良次、加藤義し天野康弘らがおり、 花の29期生と呼ばれた。翌1972年にデビューし、初戦はホームバンクである名古屋競輪場で迎えて一着となる。前世紀には中野光一と講師の面でつながりが深くなり、自ら中野光一の教育係と称し、高橋健二と共に中野の相談相手となっていただけでなく、たびたび中野とラインを組んで戦ったことも少なくなかった。 また中野が新人の頃、久留米に帰っても孤立状態になっていた時、久保がしばし中野の参謀役的な形で暗躍する。後には久保が兄と前々から慕ってやまなかった藤巻登るも味方に取り入れ、フラワーラインに対抗する中野新パラインを結成する立役者となった。1981年の高松グーバイ決勝戦では、 姿順和の逃げに乗り直線で一気に突き抜けて優勝するが、これは姿順和とも世界選手権出場を契機とする関係が深く、この時はあえて中野を敵に回して姿マークから勝ち取ったもので、久保にとっては唯一の GI タイトルとなった。また同年の世界自転車選手権、プロ競輪では3位に入り、日本人選手として同志目発のメダルを獲得している。 その後は、藤巻登をしたって、距離の北海道へ戻る形で移動し、長らく第一線で活躍を続ける。現役末期には、北海道から再び愛知に登録を移動し、1997年に引退した。引退後は解説者として、競輪中継の専門解説を中心に活動している。月刊競輪のスタートドキュメントの記事より、ありがとうございます。